昨日かから南伊豆町で開かれている中小姫伝説展江戸幕府ができて間もない1609年、女官、中子姫は京都御所で起きた事件に巻き込まれ、伊豆諸島の新島に流罪に。しかし、渡し船が死刑にあって、南伊豆に流れ着き、庄屋の家にかくまわれて、16歳から14年間を過ごしたとされています。 会場では関連資料がまとめられているほか、元商屋の旧家に残る遺品と伝わる書物や鏡が初公開されています。移動知事室で訪れている川勝知事も視察に立ち寄り、説明を熱心に聞いていました。 しかしですね、中古姫は幕府から赦免され、14年後に京都に戻りましたが、南伊豆町には、鴨屋、一条、二条など、京都とつながりのある地名が残っていて、ゆかりを感じさせています。 展示は18日土曜日まで行われています。